皆さんこんにちは。今回は大谷翔平選手の臨時通訳として注目を集めているウィル・アイアトンさんについてお話しします。ウィル・アイアトンさんは1988年12月21日生まれの35歳で、東京都出身のアメリカ国籍の方です。身長は 177.8cm で、体重は 74.8kg だそうです。ウィル・アイアトンさんのお父さんはアメリカ人、お母さんは日本人とフィリピン人のハーフだそうで、ウィルさん自身はアメリカ国籍を持つ日系アメリカ人になるんですね。ウィル・アイアトンさんは15歳までを日本で過ごしました。幼少期は東京都内の国際校に通い、日本語と英語のバイリンガルとして育ったそうです。中学生の頃から野球に打ち込み、将来はメジャーリーガーになることを夢見ていたんだとか。高校進学を機に野球留学をするためにアメリカに渡ったウィル・アイアトンさん、ハワイの名門私立高校ミッドパシフィックインスティチュートに入学します。ミッドパシフィックインスティチュートは小学校から高校までを要するカリキュラムで、特に高校はハワイ州内でもトップクラスの進学校として知られています。スポーツにも力を入れている学校で、野球だけでなくサッカー、バスケットボール、アメリカンフットボールなど様々な競技で活躍する生徒を輩出しているそうです。ウィル・アイアトンさんは高校時代野球部に所属し、ポジションは内野手、控え選手ながらチームの勝利に貢献したんだとか。高校卒業後はカリフォルニア州のオクシデンタル大学に進学します。オクシデンタル大学は1887年に創立された私立リベラルアーツ大学で、少人数制教育を重視していることで知られています。また第44代アメリカ合衆国大統領のバラク・オバマ氏もオクシデンタル大学で2年間学んだ経験があるそうですよ。ウィル・アイアトンさんはオクシデンタル大学でも野球部に所属し、1年生の時からレギュラーとして活躍、大学2年生の時にはチームの主将を務めるなどリーダーシップを発揮したそうです。その後ウィル・アイアトンさんはメンロー大学に編入します。メンロー大学はカリフォルニア州シリコンバレーに位置する私立大学で、起業家精神の育成に力を入れていることで知られています。実際メンロー大学の卒業生の中には数多くのベンチャー企業の創業者がいるんだそうですよ。ウィル・アイアトンさんはメンロー大学では経営学を専攻、野球部には所属せず学業に専念したそうです。その甲斐あってメンロー大学卒業時には最優秀賞を受賞、4段階評価で 3.91 という優秀な成績を収めたんだとか。大学卒業後ウィル・アイアトンさんはプエルトリコのプロ野球リーグ、プエルトリコ野球連盟に所属するカグアスクレオレス球団に入団します。ポジションは二塁手で2年間プレーしたそうです。プロ野球選手としてのキャリアは短かったものの、ウィル・アイアトンさんにとって貴重な経験になったのではないでしょうか。2012年にはワールドベースボールクラシック WBC のフィリピン代表にも選出され、国際大会の舞台を経験しています。野球選手としての道を断念した後、ウィル・アイアトンさんはスポーツマネジメントの分野に進路を変更。2013年には MLB の名門球団ボストン・レッドソックスの国際部門に入社し、太平洋地区のスカウティングを担当したそうです。その後ロサンゼルスドジャースに移籍し、2016年からは同球団の国際部門でスカウトを務めています。また2018年にはドジャース傘下のマイナーリーグ球団オクラホマシティドジャースの通訳兼翻訳担当としても活躍、選手とコーチの橋渡し役を務めたんだとか。さらに2019年からはドジャース本拠地のドジャースタジアムで日本人選手の前田健太投手の専属通訳を担当、前田投手とコミュニケーションを取りながら球団と選手の間に立ち、両者の意思疎通を図る重要な役割を果たしたそうです。前田健太投手はウィル・アイアトンさんについて、ウィルは野球に関する知識が豊富で戦略的な話もできる、選手の気持ちを理解してくれる心強い存在だったと語っているんですよ。そんなウィル・アイアトンさんが2024年大谷翔平選手の臨時通訳に抜擢されました。大谷選手はこれまで
英語での取材対応をしてきましたが、より細かいニュアンスを伝えるために日本語での発言が増えてきているんだそうです。そこでドジャースとエンゼルスの進行もあって、ウィル・アイアトンさんが大谷選手の臨時通訳として起用されることになったんですね。大谷選手と同じ日本語と英語のバイリンガルであること、野球への知識が豊富であること、メディア対応の経験が豊富であることなどが起用の理由になったのではないでしょうか。ウィル・アイアトンさんは大谷選手の通訳を務めるにあたり、大谷選手のパフォーマンスを少しでもサポートできるよう全力を尽くしますとコメント。その真摯な姿勢が伝わってきますね。一方でウィル・アイアトンさんには過去に逮捕歴があったのではないかという噂が一部で浮上しています。具体的には2015年頃、当時ウィルさんが住んでいたカリフォルニア州で猥褻罪で逮捕されたのではないかというのです。しかしこの件についてウィルさん本人や所属球団からの公式なコメントはなく、事実関係は不明瞭なままです。またアメリカの逮捕記録を検索してもウィルさんの名前は見当たりません。もしかすると単なるデマである可能性が高そうです。仮に逮捕歴が事実だったとしても、その後ウィルさんは真摯に反省し野球界で活躍を続けてきました。前田健太投手の専属通訳を務め信頼を得てきたことからも、ウィルさんの人柄は多くの関係者から高く評価されているのは間違いありません。大谷選手の通訳という大役を任されたこともウィルさんの実力と人柄が認められた証と言えるでしょう。噂に惑わされることなく、ウィルさんには大谷選手の良きパートナーとしてその才能を存分に発揮してもらいたいですね。さてここでウィル・アイアトンさんの家族についても見ていきましょう。ウィル・アイアトンさんには3歳上の兄マシュー・アイアトンさんと1歳上の姉ロバート・イザベラ・アイアトンさんがいます。マシュー・アイアトンさんは現在吉本興業 USA の社長兼 CEO を務めています。マシューさんは慶応義塾大学在学中の2013年に吉本興業に入社し、2017年に吉本興業 USA の立ち上げに関わりました。2021年1月からは吉本興業 USA のトップに就任。日本語、英語、スペイン語に堪能で、海外でのビジネスにおいて語学力を生かしているそうです。またお笑いコンテンツの海外展開や海外マーケットでの新規事業開発などを担当し、吉本興業の海外展開を牽引しているんだとか。一方ウィル・アイアトンさんの姉ロバート・イザベラ・アイアトンさんは現在吉本興業の芸人としても活動しているそうです。芸名はロバータで、モノマネタレントとして知られています。ロバータさんは1987年12月9日生まれの36歳、東京都出身で、兄弟と同じく幼少期は日本のインターナショナルスクールで教育を受けました。高校卒業後はイギリスに渡り、ロンドン芸術大学セントラルセントマーチンズ校でグラフィックデザインを学んだそうです。大学卒業後は日本に戻り、2008年に芸能界入り。当初はグラビアアイドルとして活動していましたが、持ち前の明るいキャラクターと語学力を生かし、次第にバラエティ番組への出演が増えていったんだとか。ロバータさんは英語、日本語、タガログ語、スペイン語の4カ国語を操るマルチリンガル。2013年からは吉本興業の芸人としても活動を開始し、ロバータの芸名でモノマネを中心としたネタを披露しているそうです。得意のモノマネは歌手のマライア・キャリーさんや女優のジェニファー・ロペスさんなど、その完成度の高さからハリウッド芸人の異名を持つんだとか。バラエティ番組への出演も多く、持ち前の明るさとトーク力で人気を集めています。またロバータさんは2018年には吉本坂46のオーディションにも参加、惜しくも最終メンバーには選ばれませんでしたが、その過程で見せた芸人魂が注目を集めたそうですよ。そんなマルチな才能を持つロバータさんですが、実は絵画のセンスにも秀でているんだとか。2023年5月にはロバータさんの作品が日本洋画界主催の日曜展に入選し、国立新美術館で展示されたそうです。ロバータさんは、絵を描くことは自分を表現するための大切な手段、
これからもお笑いと両立させながらアーティストとしても活動していきたいと語っているんですよ。さて最後になりましたが、ミル・アイアトンさんのお父さん、ウィリアム・アイアトンさんについても触れておきましょう。ウィリアム・アイアトンさんは1955年生まれの実業家で、映画プロデューサーとしても知られています。東京都出身で、父親がアメリカ人、母親が日本人のハーフ。幼少期は日本で過ごし、その後渡米して教育を受けたそうです。大学は上智大学を卒業後、父親の会社に入社。1980年代後半からはワーナーブラザース映画の日本法人ワーナーエンターテイメントジャパンに入社し、2000年に同社の代表取締役社長に就任したんだとか。社長時代にはマトリックスシリーズやハリーポッターシリーズなど数々のヒット作の配給を手掛け、日本映画界に多大な影響を与えました。また日本映画の制作にも積極的に関わり、ルローニ剣心シリーズやオールウェイズ三丁目の夕日シリーズなど数々の話題作を生み出したそうです。ウィリアム・アイアトンさんは2007年にワーナーエンターテイメントジャパンを退社後、プロデューサーとして独立。以降はハリウッドと日本を行き来しながら映画制作に携わっているんだそうですよ。映画プロデューサーとしての代表作にはクリント・イーストウッド監督、渡辺謙主演の硫黄島からの手紙や、チャン・イーモウ監督、金城武史主演のザ・クロッシングなどがあります。またウィリアム・アイアトンさんは日本の文化や伝統を海外に紹介する活動にも尽力。京都 CMEX というイベントを立ち上げ、京都の魅力を世界に発信しているんだとか。ウィリアム・アイアトンさんは、日本にはまだ世界に知られていない素晴らしい文化がある、それを発掘し世界に紹介していくことが私の使命だと思っていますと語っているそうです。ウィリアム・アイアトンさんの父親も祖父も共に実業家だったそうで、ウィル・アイアトンさん兄弟はまさにエリート一家に生まれたんですね。3兄弟それぞれがアメリカと日本を舞台に異なるフィールドで活躍しているのはご家族の影響もあるのかもしれません。そんなウィル・アイアトンさんの意外な一面といえば、ロッカーの宴会王と呼ばれていることでしょう。ウィルさんはロッカールームでのムードメーカー的存在で、チームメイトを集めては食事会やダンスパーティーを開くのが得意なんだとか。野球一筋だったウィルさんがチームの絆を深めるためにエンターテイナーの顔を見せるのは意外な一面ですよね。前田健太投手もウィルはムードメーカー、みんなで集まって食事をしたりダンスを踊ったりするのが好きなんですと明かしているそうです。またウィルさんは社交的な性格で知られ、選手だけでなく球団スタッフともコミュニケーションを大切にしているんだとか。ワンチームの精神を体現するウィルさんの姿勢はチームにとってかけがえのない存在なのかもしれませんね。ドジャースタジアムではウィルさんの明るい声が響き渡る光景がすっかりおなじみになっているそうですよ。スタッフや選手たちとの何気ない会話や時には冗談を交えながらチームの一体感を高めているんだとか。通訳の仕事は言葉を翻訳するだけでなく、文化の違いを理解し橋渡しをすることが求められます。ウィルさんはアメリカと日本の文化や習慣の違いを熟知し、選手とスタッフの間に立ってコミュニケーションをスムーズにしているんですね。ウィルさんのような存在はチームにとってなくてはならない存在。特に日本人選手にとって言葉の壁や文化の違いは大きな障壁になることがありますが、ウィルさんのサポートがあれば安心してプレーに集中できるはずです。前田健太投手もウィルさんについて、ウィルは僕にとってかけがえのないパートナー、野球の話だけでなくプライベートな悩みも相談できる存在ですと語っているそうです。言葉の壁を越えて信頼関係を築いているからこその言葉ですよね。また大谷翔平選手もウィルさんの臨時通訳起用について、ウィルさんは野球への知識が豊富でコミュニケーション能力も高い、アメリカと日本の文化の違いも理解してくれているので心強いですとコメント。ウィルさんへの期待の高さがうかがえます。エンゼルス球団は大谷選手の活躍を最大限に引き出すためにも
ウィルさんのような人材が必要不可欠。ウィルさんには大谷選手の良きパートナーとして、その才能を存分に発揮してもらいたいですね。ウィルさん自身も大谷選手の通訳を務めることを、野球人生の中で最も大きなチャレンジと位置づけているそうです。大谷選手はメジャーリーグを代表するスーパースターですから、その通訳を務めるプレッシャーは計り知れません。しかしウィルさんは大谷選手のためにベストを尽くしたいと意気込みを語っています。その言葉からはプロフェッショナルとしての覚悟と野球に対する熱い思いが伝わってきますね。大谷選手とウィルさんの新たなコンビネーションに大きな注目が集まっています。2人の息の合ったプレーに期待が高まるのは言うまでもありません。メジャーリーグという世界の最高峰の舞台で、大谷選手がさらなる高みを目指すためにはウィルさんの存在が欠かせません。二人三脚で新たな歴史を刻んでいってほしいですね。ウィル・アイアトンさんの今後の活躍にも大いに期待が持てそうです。野球界のみならず、アメリカと日本の架け橋としてもその役割は大きいでしょう。ウィルさんのような人材が増えることで、野球を通じた国際交流がさらに盛んになっていくかもしれません。またウィルさんの兄弟もそれぞれの分野で活躍されています。3兄弟がそれぞれの持ち場で日米の絆を深めていく姿は、まさにグローバル時代の象徴と言えるでしょう。アイアトン一家の今後の活躍にも大いに注目が集まりそうですね。ウィルさんを筆頭に、マシューさん、ロバータさんの3兄弟がそれぞれの分野で新たな時代を切り開いていってほしいと思います。以上、大谷翔平選手の臨時通訳として話題のウィル・アイアトンさんについて、その経歴や家族エピソードなどを交えながら詳しくお伝えしてきました。ウィルさんの活躍は日米の野球ファンにとって大きな楽しみの一つになりそうです。大谷選手との新たなコンビネーションから目が離せませんね。これからのメジャーリーグからウィルさんの通訳ぶりにも注目しながら、大谷選手の活躍を応援していきたいと思います。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。